どうも、ゴルフの水谷です。いつもありがとうございます。今回は、ドライバーショットをフェアウェイに置きに行くショット。これを皆さんに伝授していきたいと思います。遠くへ飛ばしたいと思っている方は非常に多いと思うんですが、それと同じぐらい、距離はいいからとにかくフェアウェイ、さらにコース内に収まっていればいい、こういう方もいると思いますが、とにかく OB をしたくない、こういう思いの方も非常に多いと思いますので、どうやって安全にドライバーショット、フェアウェイにボールを置いていくのか、この方法さえ、押さえておけば、コース行った時に不安が一気に減りますので、ぜひ最後まで見てみてください。私、三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいています。皆さん、本当にありがとうございます。皆さん、毎週会える楽しみです。そして、動画見てくれてる皆さん、ボールを置きに行きましょう。では、早速行きたいと思います。ドライバーショットというと、ボールを一番遠くへ飛ばせますので、ボールを飛ばしてやろう。あー、左に OB しちゃった。なんでこれは、こんなにうまくいかないのかな。それは、ボールを遠くへ飛ばしたいっていう思いがあるからです。じゃあ、こういうふうに切り替えましょう。ボールを、じゃあ置きに行きましょうとなった時に、どうしても、なんか、安全策、守りに入ってるんじゃないかなと考えてしまうんですね。それが、どうしても、この自分の気持ちをうまく整理できてない状態になって、そしてミスを生んでしまうんです。そこで、ドライバーショットは、この、クラブが長く作ってありますので、そもそも、ある程度、ボールは飛んでくれるものだと、もう、そういうふうに位置づけてやってますので、それをやってくれると、もう、とにかく信じるんです。やってくれますよ、クラブがやってくれます。ですから、自分では、もう、遠くへ飛ばすということは、もう考えなくてもいいんですね。それよりも、安定したスイング、まっすぐボールを打ち抜く、それに集中していくんです。ですから、構えた時の構え、構えた時のこの向き、それが、ちゃんとスクエア、グリップ、スクエア、足の向きもスクエア、まっすぐになっているかどうかっていうのを必ず確認して、そして、ちょっと不安だなと思ったら、ボールを少し中に、そしてグリップもちょっと短く、これを実践してやってみましょう。そうすると、少し弾道が低めに、安全にフェアウェイにトントンと置くようなショットを打っていくことができます。このように、ボールはクラブが遠くへ飛ばしてくれるので、自分がまっすぐ安全なところに打ち抜いていく。そういう役割分担をちゃんとしていくというのが大事です。そして行ってみれば、結果的に、まずまず飛んだなというようなショットになっていくと思いますので、この遠くへ飛ばすクラブ、自分も、ダメだ。今度はドスライスだ。無理やり遠くへ飛ばす。そういうことではなく、クラブがやってくれるよ。ちょっと短く、ちょっと中に入れて安全に。そうすれば、確実にフェアウェイにボールを置いていくことができます。ドライバーがちゃんとやってくれますので、自分はそんなに遠くへ飛ばすなんてことを、もう全くと言っていいほど考えない。その状況としては飛ばすわけですけど、クラブがやってくれるということを、とにかく信じて打っていく。これが、ゴルフにおいては大事なポイントになります。道具の役割、その働きをしっかりと信じて打てる。その気持ちが、やはり安定したショットにつながっていきますので、ぜひこのドライバーショットを置きに行く、そういうショットを絶対打たなければいけない。フェアウェイが狭いとか、コースが狭いとか、そういう時はこういうショットが有効になりますので、ぜひ実践してやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。